みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、シーンにね、また新たにお買い物をしましたので、今回はね、そちらの購入品紹介をしていきたいと思います。ちょっと今日ね、私髪型すごい失敗しちゃって、結んだんですけど。触覚もね、多分、ストレートの方が絶対可愛いよね、これ。そう、巻いて失敗して一本に結んだんですけど。はい、まあそれは置いといて、今回はね、前回は洋服メインだったんですけど、今回は小物っていうのかな、メインで買ってきました。ちょっとね、変化があるんじゃないかなと思います。あ、そう、懐かしい、こういう風に入ってたわ。あ、懐かしい、かわいい。あ、やばい、待って、待って待って、そうですね、はい、こんな感じで、全部でまず9点買ってきましたね。買ってきたって買いましたね。ということで、早速1から紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちらのスマホケースです。そう、ずっとスマホケース新しいの欲しいなと思ってて、可愛いの見つけたんで買ったんですけど、うん、可愛い可愛い。こんな感じのね、ここにリボンがついてる、黒いリボンがついてる、そんな黒いケースですね。めっちゃ可愛いねんけど。え、可愛い。あ、可愛いですね。で、ここにね、手が入れられるっていう、すごい便利なスマホケースですね。ちょっと入れてみます。はい、ということで、今使ってるのがなんかね、こちらのアディダスのケースなんですけど、ちょっと入れてみますね。こんな感じで、え、かわいいね、普通にかわいい。え、かわいい。ちょっとこれ使っていきたいと思います。かわいいです。かわいい、かわいいですね。次はこちらですね。こちらメモ帳、ノートって検索したら出てきたやつなんですけど、これ色が青と紫と白だったかな。すごい望んでた色だ、白だ、やった、嬉しい、白が来たよ、やった。これ色選べなくて白が出ました、やったね。で、これカードホルダーっていうのが2枚ついてて、普通にメモ帳としても使えるし、そのもし推しとかがいたら、そういうね、カードケースとかにもなるって素晴らしいノートなんですけど、私は普通にメモ帳として使おうと思います。まあ、これすごいデコれたりするんですよ、こういう透明なので、ぜひ皆さんやってみてください。次はこちらです。じゃじゃん、1,5,6,7,8、これ8種類のピンですね。セットで付いてくるやつ買いました。まずかわいい、めちゃめちゃかわいい。かわいくない、かわいい。こんな感じでね、こうね、つけたりしてね、こうつけたりしてね、え、かわいくない。ちょっと今適当にやったけど、かわいい。もちろんあとまだ6種類もあるので、いろんな組み合わせができると、かわいいね。これ全然ね、布も全然普通だし、全然安っぽくないです。うん、見た目全然安っぽくないですね。うん、ちょっと言われてみれば薄いかなって気もするんですけど、布が。まあ全然大丈夫ですね。気になりません。私あんまり気にならないタイプなんですよ、こういうの。まあ本当にやばいやつは、うわーってなるけど、別にそこまでこれは大丈夫ですね。はい。当たりです。今のところ全部当たりですね。かわいい、マジかわいい、ほんとかわいい。はい、これもね、使いたいと思います。次はね、こちらの見づらいかな、ゴムです。
カニゴム。これもね、あの種類こういう感じで、あの何種類かセットになってるやつで、まず白と黒と、と柄物が牛柄、こういうね柄物がね、1,2,3,4,7 点入ってます。可愛くないこれ、普通に可愛いんだけど、本当にからやっぱね、こういうね、あの柄物のリボンがねあるだけで一気に雰囲気が変わるというか、やっぱ可愛いね、リボンとか本当に愛用したいと思います。こちらもマジ可愛い、ピンと同様にね使っていけたらと思います。次はこちらにしようかな。こちら、こちらは帽子ですね。帽子、待って、超帽子ちゃんとしてる。思ったよりちゃんとしてる帽子、すごっ。こちらの帽子になんとクマが、あ、クマじゃないわ、パンダがついてるっていう商品でございます。これね、ちょっと待って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 。今ね、あの、これ安全ピンでどこにでもつけられるって言おうとしたら、安全ピン取れたんだが。ちょっと待って、安全ピン取れたんだけど。これ、戻せんのかな？ダメだ、これ。まさかの不良品。やば。本当はこういう感じで、こう頭とかにこうパンダを安全ピンでつけてこう被るっていうものだったんですけど、安全ピンが取れちゃってるのでつけれないんですよ。うわ、これをじゃあ飾り物として使うか。マジかよ。めっちゃ可愛いと思って買ったんですけど、まさかのパンダが取れるっていう。ダメですね、これは不良品でした。まあ、この帽子は帽子だけで使えるし、このパンダはね、まあ置物として使えるし、まあまあ三角ぐらいなんじゃないかなと思います。これ安全ピンついてたらもう100点満点でした。帽子思ったより生地すごいし、すごい全然もっとベラベラなのかなと思ってたんですけど、これはもう普段使いできるようなそんな帽子ですね。そう、これ本当はこういう服とかにつけても可愛いなと思って買ったんですけど、安全ピンがまさかの取れてるっていう。で、次はこれなんですけど、あ、そう、これ 1点だけ洋服があって、どうしても欲しかったやつがあって、ああかわいい、あ、全然ね、生地したり、この生地しっかりしてるわ。こんな感じの、なんていうのかな、ヒートテック的な感じのやつです。これを中に着て上になんか羽織るものだったりを着たいなと思って買いました。ちょっと首がね、ハイネック気味です。これめっちゃ可愛くて、この上にベストとか着てもマジで可愛いと思うし、本当に何にでも合うなと思って買いました。全然ね、なんか今回当たりだな、パンダ以外。全然生地とかしっかりしてるし可愛いですね。はい、これそう、結構前から欲しいなと思ってて買えたので良かったです。次はこちらです。聞いてください、皆さん、ピンクなんですよ。やった、待って待って、ピンクなんです。嬉しくない？嬉しくないとか言っちゃった。あのこれ白と青とピンクが3種類があるんですけど、これもこのメモ帳と同様に色が選べないんですね。メモ帳も白を望んでたんで白で良かったんですけど、こちらもピンクを望んでまして、まさかのピンク。いやー、かわいい。これなんだっけな、ポーチか。これポーチなんですけど、こういう開き具合ですごくない？で、こう挟んで、こうチャックで閉めるっていう。
で、これ私結構前の動画かな、いやそんなでもないか、動画で話したんですけど、修学旅行があるんですね。で、その修学旅行に持っていくためのポーチを今回は買ってみました。これにね、ちょっといろいろ入れていこうかなと思います。他にもメガネケースとか、もちろんペンケースとかにもなるし、何でも使えそうなのでね、買いました。すごい楽しみですね、修学旅行が。でも可愛いな、ピンクが当たって超嬉しいんだけど、かわいい。やばい、今回当たりだな。次はこちらです。こちらはペンケース、ペンケースですね、魚のペンケース。これここがこう開いて、こう、あんま開かないんだこれ、ここしか開かない、もっとここまで開くと思ってたけど、あんまちょっと開きは良くないな、開きは良くないですね、ここまでしか開かない、ここまでしか開かないけど、これ3学期のね筆箱にしたいなと思って買いました。可愛くない、魚めっちゃ可愛いと思ってめっちゃ可愛い。これ3学期のペンケースにしたいなと思います。今ね普通の使ってて、前回ザリガニ使ってたんですけど、今回魚です。可愛い、使いたいと思います。ラストはねこちらです。じゃーん、こちらはブロッコリーのネックレスですね。はい、あ、よかった、これ可愛くない、ブロッコリーのネックレス、めっちゃ可愛いよね、こうつけるんだけど、可愛くない、もうブロッコリーに一目惚れてしまいましてブロッコリーに一目惚れってすごいパワーワードだな。すごい可愛いと思って、もう即買いましたね、即買い物カートに入れました。ほんとこれは愛用したいなと思います、多分いろんな色に合うので、はい、愛用したいなと思います。今回は当たりだった。うん、パンダ以外。今回は当たりでした。パンダ以外。パンダ以外を強調していかないとね。はい、ということで今回はね、SHEINで買ったものたちをね、紹介してみました。ということでね、皆さん、当たりを当てられますように。ということで皆さん、ハズレをね引かないように注意してください。まあこれは多分ねしょうがない、これはもうしょうがない、だってついてたもん、ついてて外れちゃったんだもん、しょうがないですこれは。まあけど皆さんもお気をつけて、はい、でもこの他は当たりだったんでね、よかったんじゃないかなって思います。はい、ということでそれではバイバーイ。